ではキリスト教と多宗教と宗の関係について扱う詳細は、キリスト教とユダヤ教及び、キリスト教とイスラム教を参照。キリスト教、ユダヤ教、イスラム教は、類縁関係を強調されることがある。唯一神信仰を持ち、聖典の一部を共有しているからである。キリスト教は、ユダヤ教の一宗派として誕生している。福音書や、 使と原稿録に描かれている通り、ナザレのイエス自身もその弟子たちも皆が、ユダヤ人でユダヤ教徒であり、エルサレム神殿で礼拝を行い、その宣教活動も主にユダヤ人を対象としたものだった。当時のユダヤ教には多くの立場が存在し、神殿祭儀を中心にしていたサドカイ派、禁欲主義のエッセネ派、 在族の立法主義を担ったパリサイ派などが活動しており、イエスの信奉者たちの集団もそうした一周派とみなされた。今日、彼らはパリサイ派のヒレル学派と似た立場にあったと考えられているが、それはキリスト教の特徴とされる白愛と慈愛の協調や、ナザレのイエスが示した立法の尊重はヒレル学派の特徴でもあったからである。とはいえ、イエスの死後のかなり早い時期に、 ステファノがエルサレムで論争の末に殺害されたことなど、ユダヤ教主流派とイエス信奉者たちとの圧力は存在した。正当的なユダヤ教の教義からは、ナザレのイエスという男が神の子であったというイエス信奉者たちの見解は容認しがたいものだったのである。一世紀頃のローマ帝国内におけるユダヤ人は全人口の1割程度を占めていたという推定が、 あるほどに、ユダヤ属州外でも、ユダヤ人は勢力を誇っていた。そして、ユダヤ教の信仰生活に興味を示して、ユダヤ教に改修する違法人も多かっただろうとされている。しかし、こうした違法人への宣教活動は、キリスト教で盛んとなり、ユダヤ教をはるかに上回る違法人改修者を、キリスト教は獲得することになる。 首都原稿録に記されたように、キリスト教は回収者への活例を強制しなくなり、厳しい食物規制も緩め、それがギリシャ語圏の人間も回収しやすくさせたものと考えられている。そして、ユダヤ教は、神殿崩壊後の一世紀末に、ヨハナン・ベンザッカイの指導の下、神殿中心の体制を放棄して、各地のシナゴーグを中心としたコミュニティに重きを置く、体制に移行し、 世界宗教への思考を放棄して民族主義宗教の中に戻っていった。こうしたユダヤ教再編の中で80年代にはキリスト教はユダヤ教から正式に締め出され、またキリスト教側もユダヤ人からの入信者が激減して違法人入信者が多数を占めることでユダヤ教から離脱していくのである。またヘレニズム思想と最終的に折り合うことができなかった。 ユダヤ教とは異なり、キリスト教はそれに成功して、ローマヘレニズム文化の中で独自の思想を発展させた。ユダヤ教の聖典はそのままキリスト教にも用いられて、旧約聖書となり、ユダヤ教の天礼や習慣の多くがそのままキリスト教に引き継がれたが、キリスト教の恐怖たちは、ユダヤ人たちがキリストを十字架形に追いやったとして、ユダヤ人を厳しく求断し、これが、 キリスト教社会におけるユダヤ人差別を準備することになる。イスラームはユダヤ教やキリスト教の影響を受けて成立した。イスラームはこの二つの先行宗教を共通の始祖アブラハムをいただくアブラハムの宗教であり、信徒は唯一神から啓示を受けて、聖典を授かった経典の民であるとして、根本的にはイスラームと異ならないものとしていた。イスラームによれば、 モーセなどの旧約の預言者もイエスもアラーフの預言者なのである。そしてアラーフはユダヤ人やキリスト教徒に対してそれぞれに聖書を与えアラビア人にはクルアーンが与えられたのだとしている。しかしムハンマドが口述するクルアーンにはユダヤ教とキリスト教に関する誤解が多く含まれておりメディナのユダヤ教徒はこれを嘲笑したという政治的にも ユダヤ教とイスラームは対立するようになり、624年には、それまでエルサレムに向かって行っていたレハエガメッカに向かって行われ始め、ユダヤ教から独立した宗教を形成していくことになる。続いて、イスラームはキリスト教とも対立関係に入り、それ以降に講述されたクルアーンには、ユダヤ教とキリスト教に対する罵倒が頻繁に登場するようになる。 この後の長い歴史の中で、キリスト教やイスラームは、ユダヤ教を差別し、キリスト教とイスラームも激しい敵対を繰り返した。現代の政治や社会問題にも、これらの宗教間対立は暗い影を落としている。西方ミトラ教は、ローマ帝国で兵士を中心に流行した、ペルシャ系の密議宗教であり、3から4世紀頃にはやはり帝国内で、 流行していたキリスト教と激しく競合した。ミトラ教は、アケメネス・アサペルシャのオリエント征服とともに、帝国内で広がったゾロアスター教などのペルシャ系の宗教を土台にして、セム系などのオリエント諸宗教が今週してできた宗教と考えられているが、その成立過程についてはよくわかっていない。セム系のユダヤ教を母体としながら、 やはり同時期のオリエント諸宗教の要素を取り込んで成立したキリスト教は結果としてミトラ教と共通する要素が多々ある。これは古くから指摘されており、秘密の集会、教団内の固いメンバーシップ、洗礼、献身礼、日曜日の申請し、12月25日を祝日とすること、厳格な道徳律、禁欲と純潔の重視、無欲と自戒の指導、 天と地獄の概念、歴史の始まりにあった大洪水、現初の掲示、霊魂の不滅、来世の報い、最後の審判と死者の復活を信じることなど、両者の共通項は多岐にわたっている。このために、少なくとも、キリスト教側は、ミトラ教の儀式を悪魔的な模倣と呼んで避難したし、文献は残っていないが、ミトラ教側も、キリスト教を非難しただろうと考えられている。 これらの共通性は、両者の発祥の地となったオリエントでの同時代性を、まず考えるべきであるし、どちらがどちらに影響したということは、資料が少なすぎてほとんどわかっていない。少なくとも、朝昼晩の一日三回祈る習慣や、当時を祝日とすることを、ミトラ教からキリスト教が真似たことは確からしい。この二つの宗教の対立が、ピークに達するのは四世紀のことであり、 コンスタンティヌス一世の時に、キリスト教が公認され、ミトラ教に入信していたユリアヌステイがそれを取り消し、それが時代でもう一度覆り、グラテアヌスミカドが382年に出した直例で、ミトラ教は元よりすべての密に宗教は禁止された。キリスト教の国教化と、ほぼ同時期にミトラ教は衰退したのである。マニ教は3世紀のバビロニアで、 マーニーによって創始された宗教であり、グノーシス主義、ユダヤ教、キリスト教、ゾロアスター教、仏教などを統合、混交し、ササン朝、ペルシャで栄えた。マニ教は、ペルシャ国外に広く伝播して成功した、世界宗教でもある。ローマ帝国内では、シリアや、北アフリカから入って、スペイン、ギリシャ、イタリアへと広がりキリスト教と衝突し、 激しい論争が交わされた。ローマ帝国下でこの二宗教は時には同じようなものとみなされて同時に弾圧もされている。キリスト教神学の体制者であるアウグスティヌスも青年時代にはマニ教の信者であったが、後にキリスト教に改心してマニ教を論乱する書物を表した。マニ教のバックボーンとなるー能質主義はキリスト教神学の中では異端であり、 マニ教が教えるアダムやイエスの具能質主義的解釈は、キリスト教の教義としては、受け入れられるものではなかったのである。キリスト教がローマ帝国で国教化されると、他の宗教と同様に正方のマニ教も衰退した。しかし、七世紀にアルメニアで栄えたパウロ派と、十世紀にブルガリアで栄えたボゴミル派は、マニ教のテーマの一部を復活させたものと見ることが、 できる。ありがとうございます。